い、2人です、はい、ありがとうございました。こんにちは、カルパパです。今日も大勢に来てます。先ほど映ったところは、三池から、バスで15分の沼山峠ですね。休憩所。今日はここからですね、沼山峠を越えて、小瀬沼ヒュッテですね。でヒュッテの天馬でテント泊をしたいと思います。だいたい歩き始めて12、3分ですかね。下り道になってきました。峠をてっぺんを越えた感じですね。でこっから緩やかなまた下りに入ってですね、予定だとあと10分ぐらいで大江湿原に出る感じですね。はい、沼山峠の休憩所ですね。出発してちょうど30分ぐらいですかね。やっぱり今日雨が降ったりやんだりなんですけど、木道がねぬるぬるしてね、非常に滑りやすい状況なんですね。で慎重に歩いてきました。こちらですね、大江湿原です。ちょうどね2週間前も、この道を通って帰ったんですが、その時に、そんなね目立つような花は高二ユリ以外はなかったんですけど、なんだっけ、もう忘れちゃった。これはね、なんとかそうですねなんとかそうとかですね、これもなんとかそう。なんかね、もうお昼なんだけどゴロゴロ言ってね、ゴロゴロも、ここはよくなるんだけど、早いとこここ抜けたいと思います。はい、小瀬沼がねもう目の前ですね。本当にちょっとこれ広角なんで遠くに見えますけど、もうほんの200メーターぐらいです。おお、声、頭の上でゴロゴロ言ってますね。ちょっと早いとこね、ヒュッテに避難したいなって。小瀬沼の木道を挟んで反対側、お花畑になってますね。これなんとかそうですね。なんとかそうがね、もう見事、これはね本当に生で見せてあげたいぐらい。高二よりもねいいっすね。先々週よりもいいね。なんとかそうかと思ったら高二よりじゃないの。はい、
わずらまひって12時17分着です。よし、いいね。おゼロ水で作ってる、うん、おゼロ水ヌードル、いただきます。ここに決めます。何番サイトか分かんないけど、おなじみ VS30 ですね。こんな感じです。じゃあ中にいろいろぶっ込みましょう、うん、小瀬沼一周。あら、いいね、こんな感じで。ちょうどね、天気予報がまあ曇りという降水確率 40% って踏んでたんですが、まあ、山の天気はね、まあ、こういうことでいい意味で分かんないんで、俺は8番かな、ね、あら火打ちがよく見えるじゃない。じゃあヒュッてね。あらららら。ねえ。あー、青い空。
今日初めての青い空かもしんない。よかったー、こんな天気になって。ここはしょうがねえんちゃしょうがねえんだよな。ねえ、お、ちょっと開けた。おお、いいね。最高だね、こう。いや、ビュースポットですね。素晴らしい。いやー、いいな、これすごいね。はい、お疲れちゃった。こちらオゼルマ小屋ですね。で、ぬしり3キロ。ちょうどね、小瀬沼山荘から今あの沼分岐までとですね、3、40分ですか、向かってるんですが、ここはあの木道がですね、尾瀬にしちゃかなりひどいところですね。歩くのを注意してくださいっていう看板もありましたけど、こんな感じでビデオ撮影しながらだとかなり危ないかもしれません。ただこう右手にはですね、ちょっと顔を上げれば尾瀬沼の湖面とですね、あと火打ちがうっすら、まあ、見えてるんで、歩く環境自体は、まあ、この木道の腐り具合を除けばですね、非常にいいところですね。まあ、ここはね、もうすぐそこが沼。ああ、歩いてきたんだね。ちょっとね、場所的にここですね。あと、そうだな、10分ぐらいで南岸の分岐なんですが、いつもあの沼沿いを通る、まあ、ちょっと起伏のあるコースが崩れてて、今あの迂回路に来てます。多分迂回路もだいぶ踏まれてるんで、ずいぶん前からこんな感じなんでしょうね。滑りやすいのでちょっと気をつけた方がいいかもしれませんね。あ、混んでんだね。しばらくあのこっちは使われてないような感じですね。はい、じゃあまた本線に合流です。ふう、沼に出た。ああ、冷たい。あそこはぬしりですね。先々週下ってきた長栄新道はね、あそこのまな板からこう下ってきて、で途中までちょっと急なんですけど、あとはね、この緩やかなあれが長いんだよね、あそこまで行くからね。長かったね。よし、じゃあまた戻りましょう。はい、ここはですね、南岸の分岐ですね。富士見峠ここ行く人ほとんどいないんですけど、
本当ね、南岸は中禅寺湖の南岸もね、基本こんな感じで日が当たんなくて、なんか気がめいってくるんだけど、それでも急に人に会うとね、ドキッとしちゃったりして、3時11分ちょっと開けましたね。ほんと火打ちもね、ほんと目の前で山頂よく見えます。今まであの南岸の腐った道を歩いてきて、まあ本当に打って変わってすごいいい開けた風景なんですが、これなんだっけ、こっちがね沼ね、お沼湿原とか小沼湿原、お沼かな、これね、こっから見てよくわかるんだけど、まな板蔵からずっと谷になってますよね、こうに、あれがねなでくぼっていう谷なんですけど、あそこは雪崩の巣ですね。あそこにあの登山道があるんですけど、ぬしりから上がるのはあれが一番なんですが、今あの町営新道の分岐からですね、あそこがちょうど Y 字路が町営新道の分岐なんですけど、あそこから通行不能になってますね。お、人の声が聞こえてきた。ちょうどね、これ辺風に乗って人の声が聞こえてくるんで面白いんですけど、あ、そうそうそう、お沼かな、標高1665だって、高いねここ。3時20分、はい、ぬしりに着きました。懐かしいね、こっち小瀬沼です。あれが取れた。ここがね、ぬしりの実はこう休憩所があったんですけど、何年か前にね火事焼けちゃった、まあ今もその跡がね焦げて残ってますけど、ちょっと残念なんだよね。ここは、飲み物はもちろんね、簡単な食べ物も提供してくれたんで、ほら、これも火事の影響だね、これね。ちょっと休んでこうか。じゃあ、5分ぐらい休憩したんで。ちなみにね、あっち行くと尾瀬ヶ原ですね。で、この木道はですね、尾瀬沼の北岸ですね、さっきは南岸だったんですけど、今度北岸を通って、ヒュッテの方に戻ります。ここの分岐はですね、結構シーズンの半ばになると人が賑わうんですが、この道がですね、なでくぼですね、あのくぼを通ってまな板の山頂に行くんですね。で、僕らはこっち、しかし誰もいないね。ずっとですね、まあ、僕らあの時計回りで来てるってことは、常にあの右に沼がある状態で歩いてるんですが、今度は火打ちがですね左手になります。この角度から見る火打ちってね、あんまり綺麗じゃないんだけど、あと一月もするとね、この大草原ももう草もみじで覆われるようになりますね。ブラックサンダーでも食っ
ってパワー出します。帰りは楽ちんだね。ちょうどヒュッてはあっちですね。今ね、3時55分。また湿原出ましたね。ここはですね、コウニユリがね、咲いてたりするんだけど、他何も見えないな。ちなみにここの湿原はですね、浅井に湖って書いて、あざみ湿原っていうんですね。あのヘリコプターはですね、防災ヘリなんですけど、さっき僕らがね、南岸を歩いてた時に足を怪我して動けない方がいたんですね。でそこに救助の人が何人か来ててですね、多分その時にヘリを呼んだんだと思いますね。ちょうどね、あざみ湿原終わると潮位振動の分岐、ちょうど2週間前ね、そこからこちら帰ってきたんですけど、また2週間後同じ道を歩いてます。ここからビジターセンターまで800m、まあ、ヒュッてまで 800m なんで、そうですね、すごいいいタイムで回ってきたことになりますね。レクチャールームで尾瀬と姫山隊について、あ今日は特別なスライドということで、そうですか、わかりました。はい、はい、はい。4時10分ですね。ヒュッテンとこまで戻ってきました。ちょっとテントに帰る前に買い物。おお、いいじゃん、冷えてんじゃん。うん、おー腹減った。でもいいよ、ビールでいいよ、ビールで。あ、でもいや、風呂入ってくる。おせコーヒー、おせコーヒーアイス。どうも。苦味がない。あ、本当だ。美味しい。苦味がない。甘みがある。はい。はい、4時25分、マイテントに戻ってきました。ちょうど尾瀬沼一周がですね、2時間10分ぐらいですかね。これもサーマレストだけど、まあこんな感じですね。とりあえずサンダル履こうかね。